湘南ベルマーレフットサルクラブ2021-2022 シーズンキックオフイベントをご覧の皆さん、こんばんは。本日 MC を務めさせていただく湘南ベルマーレフットサルクラブゼネラルマネージャーの佐藤慎也です。本日はポトコ小田原から生中継でお届けしております。それでは早速選手の入場です。入場アナウンス MC はマイクロタックス、よろしくお願いします。湘南ベルマーレ選手の入場です。ナンバー8、湘南の稲妻藪内涼也。ナンバー9、湘南のゴルフィーノ鶴谷陽人。ナンバー10、湘南の先導者ロドリゴ。ナンバー11、湘南のチョロ級林田フィリピン吉高。ナンバー12、湘南の伊達天上原拓也。ナンバー13、湘南の情熱佐藤玲。ナンバー14、湘南の生粋高橋光大。ナンバー15、湘南の期待期待元気。ナンバー17、湘南のエルマタドール内村俊太。ナンバー18、湘南のクラッキー高溝レイマ。ナンバー19、湘南の竜巻山崎歩。ナンバー21、湘南の心臓村上弘樹。ナンバー22、湘南の格闘祭牧野健心。ナンバー23、湘南のコンダクター牛迫葵。ナンバー29、湘南の野心中澤渉。ナンバー44、湘南のターミネーター本田マルコス。ナンバー72、湘南の白鷺萩原真夏。ナンバー87、湘南の要塞ビューザ。そして監督は湘南のミスタネグラ奥村圭人。それでは会に先立ちまして代表取締役兼 CEO 古川剛よりご挨拶をさせていただきます。湘南ベルマーレフットサルクラブを応援していただいているスポンサー、サプライヤー、ファン、サポーター、地域の皆様、そして本日もこの新体制発表会にあたり多大なるご尽力をいただいている後援会組織パオの皆様、本当に多くの皆様の支えで15シーズン目を迎える F リーグの舞台に私たちが立ち戦うことができます。クラブを代表して心より感謝御礼申し上げます。フットサルができることは当たり前ではありません。今年もコロナの影響で多くの制約や中断や変更点があろうかと思います。しかしながら選手、スタッフとともに誓わせ、できる限り多くの皆様に感動や勇気、活気、活力が与えられるよう邁進してまいります。辛い時だからこそ共に前へ、久光重隆の意思をしっかりと引き継ぎ、湘南ベルマーレフットサルクラブ悲願の日本一達成に向け本気で改革に取り組んでまいります。今シーズンのクラブの成長にも期待してください。
そして私たちの仲間である湘南ベルマーレビーチバレーの石井美希選手が東京オリンピックの出場権を獲得したことも合わせてここにご報告させていただきます。最後になりますが、引き続き今シーズンも多くの皆様に熱いご支援ご声援をお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。今シーズンもどうかよろしくお願いします。古川 CEO ありがとうございました。続いて2021-2022シーズン新体制のご紹介です。5シーズン目の指揮を取るのは監督奥村慶斗。2021-2022シーズンキャプテン背番号12上原拓也、副キャプテン背番号8藪内亮也、同じく副キャプテン背番号44本田マルコス。なお本日本田選手は諸事情により欠席となります。続きまして強化スタッフの紹介です。コーチ生間洋介、分析二見和樹、トレーナー深川俊一郎。続きまして昨シーズンからの契約更新選手の紹介です。背番号9鶴谷春人、背番号10ロドリゴ、背番号11林田フェリペ吉高、背番号14高橋光大、背番号15北井元気、背番号17内村俊太、背番号18高溝玲馬、背番号21浦上博樹、背番号22牧野健信、背番号87フィユーザ、続きまして今シーズンサテライトチーム SBFC ロンドリーナより昇格をした5名の選手のご紹介と選手からのご挨拶をさせていただきます。昇格選手は前の方に出てきてください。まずはご紹介です。背番号13佐藤玲、背番号19山崎歩夢、背番号23牛迫葵、背番号29中澤渉、背番号72萩原真夏。それでは背番号順にご挨拶をお願いいたします。まずは佐藤選手よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今シーズンよりロンドリー内に昇格した背番号13佐藤玲です。まず再びこの湘南ベルマーレのユニフォームを着て戦えることをすごく嬉しく思っています。そして熱いプレー、気持ちを前面に出した体を張ったプレーでチームの勝利に貢献し、クラブを日本一にしたいと思います。皆さんと一緒に笑顔たくさんのシーズンを過ごしたいです。共に戦いましょう。応援よろしくお願いします。それでは続いて山崎選手よろしくお願いします。こんにちは。同じく、ロンドリーナから、昇格いたしました山崎歩夢です。再び、このチームに戻って、来れたことをすごい幸せに思います。
結果で恩返しできるように、頑張るので応援よろしくお願いします。続いて牛迫葵選手よろしくお願いします。こんにちは、湘南ベルマーレフットサルクラブ23番の牛迫葵です。今シーズンは特別指定選手としてロンドリーナと湘南ベルマーレフットサルクラブでプレーします。気持ちを出してチームに貢献できるようなプレーをします。応援よろしくお願いします。続いて中澤航選手よろしくお願いします。皆さんこんにちは、同じく特別指定選手として昇格いたしました中澤航です。初心に戻ってしっかり全力でプレーいたします。湘南の野心に恥じないよう全力でプレーいたしますので応援よろしくお願いいたします。最後に萩原真夏選手よろしくお願いします。こんにちは、湘南ベルマーレ72番の萩原真夏です。昨シーズンは悔しい思いをしたので今シーズンは結果という形で皆様に、活躍を示していきたいと思います。応援よろしくお願いします。昇格選手の皆さんありがとうございました。彼らの活躍にぜひご期待ください。サテライトチーム SBFC ロンドリーナのご紹介です。 SBFC ロンドリーナは今シーズン関東フットサルリーグ2部に所属いたします。監督は村松勇樹、キャプテンは桜井力が務めます。川島陸と高橋大輝の2名がアンダー18より昇格をいたしました。また6名の新加入選手がチームに加わっておりますので紹介いたします。フニュー海斗、細越健太郎、三橋隼人、川崎隆生、平野真奈と鈴木亮太、以上の6名でございます。こちらの方も応援よろしくお願いいたします。続きましてユースチーム SBAC ロンドリーナ U18 のご紹介です。監督は生間洋介、キャプテンは大熊春人が務めます。また今シーズンより2019-2020 シーズン限りで現役を引退した刈込正人がユースチームのコーチを務めます。 SBFC ロンドリーナ U18 は先日第8回全日本 U18 フットサル選手権大会神奈川県大会を優勝いたしました。次世代の選手たちの活躍にもぜひご注目ください。それではチームを代表して監督の奥村圭人よりご挨拶をさせていただきます。皆さんこんにちは。今シーズンも監督を務めさせていただきます奥村です。例年だとこのキックオフパーティーではいつも歌を歌わせていただいているんですけど、今日はおとなしくいきたいと思います。まず今シーズンのスローガンなんですが、 J ベルマーレと同じでワンベルマーレというスローガンで活動させていただきます。理由なんですが、昨シーズンコロナで練習や試合を思い通りに行けなかったりとか、大切な仲間である久光が亡くなってしまって、全員の心に大きな穴が開いてしまいました。本当に辛いシーズンでした。今シーズンは全員でもう一度手を取り合ってチーム一丸となって戦っていくという思いで、このバンベルマーレというスローガンにさせていただきました。過去14年間チームの成績としては、リーグ3位、全日本選手権準優勝、オーシャンカップ準優勝というのが最高の成績です。今シーズンは全員一丸となってタイトルを取りたいというふうに思ってます。今私の
に鳥のように白い翼つけてください。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。悲しみのない自由な空へ翼を羽ばたせ行きたい。今シーズンもよろしくお願いいたします。さすがですね、監督と浦上選手ありがとうございます。さあこの勢いでいきましょうか。続きましてトップチームキャプテン上原拓也よりご挨拶をさせていただきます。こんにちは。今シーズンも引き続き、キャプテンを務めさせていただきます上原拓也です。昨シーズン、コロナ禍ということでたくさんの不自由があったんですけど、チーム一丸となって乗り切ることができました。でまた自身も去年キャプテンを初めて務めさせていただいて、不安がすごくたくさんあったんですけどチームメイトに支えてもらって乗り切ることができました。今シーズンは自分が先頭に立ってチームを助ける役割を担っていけるように頑張りたいと思いますし、新加入選手も、入ってきたので、競争がさらに一層高まると思います。より強いベルマーレを皆さんにお見せできるように、頑張りたいと思います。歌は歌えないんですけど一発ギャグやります。ベルマーレフォー。私たちは今シーズンもホームエリアであります三市八町に熱いサポートをいただきながら活動をさせていただいております。ここで改めてホームエリアと各首長様をご紹介させていただきます。小田原市森谷照彦市長、南足柄市加藤周平市長、秦野市高橋正和市長、中井町杉山雄一町長、大井町小田新一町長、松田町本山博之町長、山北町湯川雄二町長、開成町深川雄一町長、箱根町勝又博之町長、真鶴町松本和彦町長、湯河原町富田幸宏町長。それではここでホームエリア三市八町を代表して小田原市長森谷照彦様に激励のお言葉をいただきます。それでは森谷様よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました小田原市長の森谷照彦です。って言うんですよね。私今年もですね、来賓ではなくて選手のつもりで今日ここに来たんですけど、なんか新体制の中にまた今年も私はちょっと線に漏れてしまったので、去年よりも体重5キロ落としてですね今日を迎えたわけなんですが、まあ、いずれにしても今日こうしてですねシーズンの幕開け、そして今ベルマーレの新体制、そして意気込みが皆さん結集した素晴らしいキックオフになったというふうに思います。まあ、昨年は本当にコロナで満足いくの練習どころか自分の体調管理さえできない、そして何よりもファンの皆様と一緒になって戦うというそのことに大きな大きな制約があった1年、そして監督のお話にもあったように久美選手の悲しい別れがありました。でもそれを乗り越えてまた新しいシーズンの船出、まさに今ここは小田原の漁港であります。私たち選手たちの後ろに大きな大きな大海原がある、まさに今その大会に向かって新ベルマーレが
まさに船出をしようとしております。今年もワンベルマーレはもちろん選手だけじゃなくてスタッフだけじゃなくて周りで応援してくれる観客だけでもなくて三市八町の全ての市民町民の心を一つになっていくという思いが込められているんだというふうに思います。6月12日は小田原アリーナでホームゲームが行われます。私はその勝利を確信しています。そしてその勝利は単なる一つの勝利ではなく監督の今明言をしていただいた大きな大きな目標に向かって進んでいく非常に貴重な一勝になるというふうに私も思います。来年のシーズンが終わる頃にはうまくワクチン接種とかも進んでいてまたいつものように大きな大きなサポーターの観客の前でそして選手とともに一体となれるそんなシーズンにしていきたいというふうに思います。私は今日今ここには同席ができない他の市長さんそして町長さんの思いも一緒にメッセージ載せて発信をさせていただいております。どうか皆さん今年も1年頑張りましょう。ありがとうございました。森谷市長ありがとうございました。今シーズンも湘南ベルマーレフットサルクラブは地域の代表として地域を背負って戦ってまいります。それではここで2021-2022シーズンに着用するユニフォームをご紹介させていただきます。2021-2022シーズンも引き続きオフィシャルユニフォームサプライヤーとして株式会社アルフィー様にゴレアドールブランドでサポートしていただきます。2年目となるゴレアドールと湘南ベルマーレフットサルクラブのユニフォームはシーワールド海の世界をコンセプトとしたオリジナルデザインです。ハワイ語でホヌと呼ばれるウミガメをモチーフにシーワールド海の世界を迷彩で表現。ホヌは幸せを運んでくるとハワイで言い伝えられています。ユニフォームに採用されたホヌの甲羅にはエンブレムの要素が入っており湘南ベルマーレに関わる人々に幸せを運んできてくれるだけではなく勝利をも運んできてくれるはずです。ナンバーは砂浜から見るサンライズサンセットをイメージしたカラーになっています。素材には伸縮性と通気性がある生地を採用。その伸縮性を生かしより体にフィットしたフォルムに進化しています。体へのフィットのほか表面がツルツルしていることで相手につかまれにくい素材となっております。オーセンティックユニフォームはゴレアドールストアにて販売中です。ぜひユニフォームを着て試合会場で共に戦いましょう。2021-2022シーズンの湘南ベルマーレを熱くサポートいただくスポンサーサプライヤーをご紹介させていただきます。今回のスポンサー紹介は選手が読み上げさせていただきます。ぜひアナウンスにもご注目ください。オフィシャルユニフォームスポンサーを紹介するのは上原拓也選手です。それでは上原選手よろしくお願いします。胸スポンサー湘南電力、背中上小田原百貨店、鎖骨右箱根温泉供給奥箱根観光、鎖骨左シーノ食品、左袖鈴広かまぼこ、背中下絞りホールディングス、パンツ右富士見、パンツ左 OBM 関西、パンツ後ろ右小田原衛生グループ、パンツ後ろ左サンネットサテライト U18 胸スポンサー一等会オフィシャルユニフォームサプライヤーゴレアドール。続いてオフィシャルクラブスポンサーを紹介するのは北井元気選手です。それでは北井選手よろしくお願いいたします。オフィシャルクラブスポンサー古川小田原ガスアクアクララ湘南
東海ビルメンテナンス、ハミー、TDP グループ、ヤオマサ、トップ2システム、宝徳エネルギー、東海林根、ヒューマンズネット、西相模福祉会、伊藤園、湘南ゴールドエナジー、ルート、丸富士、フィットレイン、クライムファクトリー、吉沢モータース、常禅寺保育園、リースキン神奈川、山王保育園、花月カフェ、相模信用金庫、JA 清少、アークル、小田原エンジニアリング、セノビル、モルクスワーゲン小田原、共同冷蔵、京葉観光、花政、円、セブンイレブン小田原蘇我店、ガラパゴレーシング、ビンチョウグリル、モン、WS プロ。続いて、オフィシャルクラブサプライヤーを紹介するのは、佐藤玲選手です。それでは佐藤選手、よろしくお願いいたします。小川事務所、ジェイコム清少、ネイシュー、小室アカデミー、日番、送信、横浜仁太郎クラブ、湘南大ちゃん本舗、二階堂整形外科クリニック、万葉の湯、朝緑、養蜂販売、ビールオンデマンド、ファーチャンネルレコーズ、小田原イズム、小田原城、ミュージックストリート、レスル、PB ジャパン、小田原シャレイド、スクエアリング、青空ポスト。2021-2022 シーズンも、スポンサー、サプライヤーの皆さんの熱いサポートとともに戦ってまいります。それではスポンサーサプライヤーを代表いたしまして、湘南電力株式会社代表取締役社長原正樹様よりご挨拶をいただきます。原様、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。ただいまご紹介をいただきました湘南電力原でございます。僭越でございますけれども、スポンサーを代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。まずはこうしてまた新しいシーズン皆様と一緒に迎えられますことを大変嬉しく思っております。奥村監督率いるチームの選手たち、そして古川 CEO をはじめスタッフの皆様、今季も皆様と共に最後までいつでもどこでも共に戦う、この覚悟で支援をしてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。本日は、梅雨入りの時期ということが信じられないほどの、快晴に恵まれまして、このキックオフイベント、これほどふさわしい日はないなと、本当にこう出だしから幸先がいいなと、こういうふうに思うんですけれども、天気はさておき、コロナ禍まだ収束をしておりません。これまで登壇された皆様のお言葉にもありましたように、昨年はさまざまなことがありました。試合もできないし、ホームも開かない、試合をしても無観客でありますし、そして最大の痛恨事ともいえるクラブのスピリットを体現し、精神的な支柱でもあった久光選手を失うという悲しい出来事もありましたが、一方でこれを打破すべく立ち上げましたクラウドファンディング、こちらにおいては予想をはるかに超える額の支援が集まりまして、大変ありがたく、我々サポーターとチームの絆は伊達じゃないぞというところをですね、内外に強く示すことができたというふうに思っています。こうしたさまざまな体験、苦しかったことはバネに変えて、そして嬉しかったことは糧として、クラブの統一スローガンでありますワンベルマーレ、この旗のもとにですね、今季も全力で戦い抜いて、最後にはワンベルマーレならぬナンバーワンベルマーレを勝ち取っていただきたいなと、こういうふうに思っております。以上、私から熱いエールを送りまして、ご挨拶とさせていただきます。今季も共に頑張りましょう。よろしくお願いします。原様、ありがとうございました。それではですね、ここからはフリートークのコーナーということで、選手の方からいろいろとお話を伺っていきたいと思いますけども、じゃあトップバッター、アンダー20の日本代表候補にも選出されております、さあ牧野健信選手、
一発目ということで、もうフリートークなんで何でもいいです。意気込みでもいいですし、はい、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。まずこのようないいところで、開催にあたって準備してくれた方々に感謝しています。自分は、5月の2回アンダー20さらに日本代表候補に選出させていただきました。その中で学んだいろいろな、刺激など自分のこの湘南ベルマーレで帰って、その何て言うんですか、みんなで刺激し合えるように還元し還元できるように頑張るので、今シーズンもよろしくお願いします。ベルベルベルマーレ、いいですね、いいトップバッターでした。選手の方にですね、質問が、ございましたらですね、この YouTube チャンネル今生配信しておりますんで、コメント欄に質問を書いていただきましたら、その場で拾ってこっちで、質問展開させていただきたいと思いますので、どんどんコメントの方お寄せください。よろしくお願いします。では続いて高溝レイマ選手。こんばんは。今シーズンの意気込みとしましては、チームとしてはタイトルを取ること、まあ、個人としては2桁得点を取るというところを目指してやっていきたいというふうに思ってます。また冒頭古川さんも言ってたように、湘南ベルマーレの、ビーチバレーチームの、石井選手がオリンピック出場内定を決めたということで、まあ、SNS 等でもすごく盛り上がっているのを目にしたので、まあ、三子八丁もちろん、ワンベルマーレということで、湘南ベルマーレを愛する全ての人たちがこう幸せにハッピーになれるように、フットサルクラブも盛り上げたいなというふうに思います。以上です。ありがとうございます。2桁得点ということで、高津選手は過去のシーズンで最高得点は何点だったんですか？6だか7だかです。はっきり覚えてないですけど、その辺です。ということは、まあ、過去最高の、ね、はい、シーズン得点ということで、はい、期待しておりますので、よろしくお願いします。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、ここまではちょっと順番でいってありますんで、杉谷選手、ハルト選手いきますか。こんばんは、釣りハルトです。このシーズンは、湘南ベルマーレは日本一取ります。そのためにやるべきことをやって、チームに貢献できるようにアグレッシブなプレーをして頑張っていこうと思いますので、応援よろしくお願いします。意外に短めですけど大丈夫ですか？2回目振るかもしれないんで、YouTube チャンネルでいろいろとコメントは来てますね。牧野くんもっと映してください、かわいいって来てますよ。かわいいキャラで、はい。フェリペ選手、今年も素敵なゴールパフォーマンス見せてくれますか？いけますか？今やめときますか？どうしますか？もう3回ですけど大丈夫ですか？いけいけ。おお。じゃあこのままちょっと意気込みをね、意気込みを、はい、語っていただきましょう。皆さんこんばんは。林田フェリペ吉田です。今シーズンは僕もレイマ選手と一緒で2桁得点を個人的に目指したいと思います。チームとしても勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。あれ、フェリペ選手キュンですわわってなんか突っ込まれてますよね、コメントでね。もう一回最後締めて、もう一回、ね、最後やらせますか、ね、
ですね、選手の皆さん好きな本漫画があったら教えてくださいってことなんですけど、漫画大好き選手はいますかね。まあ、お手上がってる、誰、あ、フェリックス。じゃあ行きましょうか、連続で。ワンピースが大好きです。なぜワンピースが好きなんでしょうか。いや、本当に奥が深くて、皆さんにぜひ読んでほしいと思います。最初入場した時もこういうポーズ撮ったんですけど、主人公ルフィのジェットピストルっていうポーズをやりました。以上です。ありがとうございます。そうですね、選手が入場してきた時のあのポーズですね、この意味をちょっとね、いろいろと教えてもらいたいと思いますので、次の質問からですね。あとはですね、高橋光大選手の意気込みが聞きたい。じゃあ光大選手の意気込みとともに、入場してきた時のあのポージングの意味をね、教えていただきましょうか。こんばんは、コメントありがとうございます。意気込みは、本当にチームが同じ方向を向いて、日本一になることは多分みんな、同じ気持ちを持っていると思います。その中で個人としてさら、にレベルアップが必要だと思ってて、得点もそうですし、日本代表っていうところを、視野に本当に、昨年以上のパフォーマンスが必須だと思ってます。そこを目指して頑張りたいと思ってます。あとおすすめの本は、最近買って30分で読み終わったんですけど、僕とモグラとキツネと馬っていう、これちょっと合ってるか分かんないですけど、なんか8歳から80歳ぐらいまで読んでる本みたいな。で、すごい短くて、短いんですけど、面白かったです。で、入場の時のこれは、まあ、ゴール決まったらみんな盛り上がると思うんで、一回落ち着かせて、そっからワーンみたいな。歓喜をつけて喜びたいと思う。ありがとうございます。今シーズンはなんか饒舌ですね。いいですね。急に本の紹介を始めてもらって。そうです。はい。期待したいと思います。ありがとうございます。高橋光大選手ね、いろいろ、期待っていうのもね、入ってまして、人気、高いですね。ロドリゴ選手。今シーズンはベジータも取り入れてほしいですっていうのは、ゴールパフォーマンスのことですかね。ちょっとお隣のペイペ選手、通訳を手伝ってもらって。カメハメハのポーズをしている理由は、悟空が大好きで、悟空のように、トレーニングをいっぱいして、試合で活躍できるようにするのと、ベジータもそうなんですけども、悟空が好きと言ってるので、ベジータはできないそうです。ベジータはできないってことでいいんですね。で、コメントを書いてください。ありがとうございます。ね、まだまだお時間あるんで、もう、明確にやってくださいっていうのが書いてあるんですけど、歩夢選手、意気込みと力コブラお願いしますっていう、もう答え出てるんですけど、大丈夫ですかね。
力コブラから、意気込みからじゃあ、向かっていくだけです。この一言で。で、一発芸力コブラやる。続いて、フューザ選手、意気込みと決めポーズということなんで、わかりますかね、意気込み。みなさん、こんばんは。今チームの状態すごくいいですし、このチームならタイトルを取れると信じてます。日々、経験していくためにいい準備をしていると思います。ありがとうございます。決めポーズお願いします。力ポーズや。迫力ありますね。いいですね。でこの元気選手っていうのも入ってますね。このね、元気選手にも意気込みと。はい、はい、皆さんこんばんは。大元気です。ご指名ありがとうございます。今シーズンはですね、今シーズンはというか日々なんですが、自分の成長をいつも感じたいと思って、成長し続けたいと思ってやってます。で今シーズンは自分史上最高っていうのを、テーマに挑んでます。それを成し遂げるためにですね、個人的にクラウドファンディングやったりして、パーソナルトレーナーの契約をしてとか、できることは何かっていうのをいろいろ探しながら自分史上最高っていうのを、掴み取ろうと思ってます。ただ自分史上最高がまだ来てないと僕でも思ってます。自分のベスト、自分のピーク、これから来ると信じて、毎日トレーニング取り組んでます。個人的に、このリーグが始まって個人タイトルっていうのを本気で取りに行こうと思ってます。チームとしてはもちろんチームの、リーグのタイトルですし、個人として取れるのは個人のタイトルなので、そこをしっかり取って、いけるような選手になって、結果クラブが勝って、もう全部クラブのみんなでタイトル総なめしちゃいましょうというところを、皆さんと一緒に戦っていきたいと思います。ありがとうございます。元気選手ありがとうございます。クラウドファンディング超当てですね。いくら集まってますか。50万強、多くのご支援集まっております。まだ6月末までやってますんでね、どんどん、応援よろしくお願いします。そうですね、皆さん新加入と喋ってますけど、さっき一瞬指揮者で出てきましたけど、浦上選手、そう、全然喋ってないなと思って、なんか目立ってるんだけど、ちょっと言葉聞いてないんで、メッセージよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。久しぶりに、今日は初めてのお声を皆様に届けたいなと思っております。まず僕のじゃあ入場のところから本当にお話しさせてもらうと、最近僕が写真撮るときもこういうポーズをね、撮ってるんですけど、今日やっと多分皆さん気づいたと思います。僕の頭と手が連動している、はい、そういった構造になっております。はい、今日やっと皆さんにね、そこをお伝えできたのは本当に嬉しく思います。今シーズンですね、意気込みのところちょっとじゃあ真面目にお話しさせていただくと、みんな何点取るとか、そういう意気込みだったりもあると思うんですけど、僕はとにかく、若い選手を支えながら、チームのために体を張ったりとか、声出し続けたりとか、献身的にプレーをしたいなと思っております。なのでもしかしたらゴールが取れないかもしれません。ですが温かく見守ってください。もしかしたらいっぱい
ゴールを取るかもしれません。はい、とにかく頑張ります。以上です。ありがとうございます。YouTube の方の質問で、浦上選手休みの日は何をしてますかって書いてますけど、はい、休みの日は娘と近所を散歩しております。はい、ありがとうございます。すみません、普通で。いや、もう細かいね、質問が、もう浦上選手人気なんでいろいろ入ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。俊太くん一言入ってます。はい、じゃあ内村俊太選手よろしくお願いします。こんばんは、内村俊太です。一言ということで、まあ、この場を借りて発表させていただきますけど、僕入籍しまして、先月第1子が生まれました。おめでとうございます。ちなみに女の子で名前はイチナって言うんですけど、イチナを通じするとちょうど17番になるので、17ゴール目指して頑張ります。いやー、本当におめでたい報告。もうずっと我慢してここで発表しようよと、はい、いや、いいですね。じゃあもう一度大きな拍手でね、本当におめでたい。ありがとうございます。これで選手の方はみんな一言ずつぐらい喋りましたかね。昇格した選手とか、あ、りょうや、あ、そうですね、入場の決めポーズね、激しいの来たんで、そこら辺も含めて意気込みよろしくお願いします。入場のポーズは今大人気中の YouTuber の、コムドットっていう YouTuber なんですけど、ぜひ皆さん、見てください。で、今シーズンの目標は、昇格選手は5人増えてライバルも増えたので、まず試合に出てそこで結果を残してチームに勝利貢献できたらなと思います。よろしくお願いします。いや、ありがとうございます。 YouTuber の PR 入りましたね。ここに昇格選手のセールスポイント教えてくださいっていうの入ってるんですけど、どうしました、大丈夫ですか？ OK。 コーチングスタッフちょっと油断してますけど、じゃあ伊熊さん、昇格してきた選手のセールスポイントを教えてくださいっていうことなんで。何ですか。話聞いてなかったですね。落ち着いたんですちょっと、はい、はい、昇格してきた選手、はい、のセールスポイントも簡単に。あ、なるほど、分かりました。立っていただいて、72番、萩原真夏ですけども、なんでしょうね、ドリブルが非常に得意なので、でなんか取られそうで取られない、そして、シュートまでもう少しみたいなところだと思います。そこら辺を見ていただければと思います。はい、ありがとうございます。中澤渉は、ですね、非常に背はちっちゃいんですけど、動きがこんなにいいの？生間さん、あまり混乱させないでください。びっくりした。これ、分かんなくなっちゃったから。ですね、うちのボレーロっていうのは、大体あれですね、取ってからも一人で行っちゃうっていう人たちが多いんですけど、まあ、その中でも彼は自分でゴールも決めれると思いますので、頑張ってもらいたいと思います。よろしくお願いします。佐藤麗、小田原ガス、営業成績ナンバーワンでしたっけ？間違いですか？うんうんって言ってますね。うん、まあ、というふうにしておきましょう。はい、パワフルなシュート持ってるんで、あとフィジカルを生かしたディフェンダーと思いますんで、その辺を見ていただければなと思います。はい、牛迫葵はですね、静岡から来まして、左足の長身の選手なんで、一度多分クラブにはなかなかいない選手だと思いますので、その辺を見ていただければなと思います。
山崎あゆみ。うわぁ、山崎あゆみなんですけど、自分で山崎っていう、言ってくるほどの、まあ、知能の持ち主なんですけども、ただスピードだけはありますんで、もう、やるだけって言ってたらよかったですね。その辺を見ていただければと思います。あと、もう一人ぐらいいましたっけ？いない。もう一人ぐらい。大丈夫ですか？だったら、生間さんの解説入りますけど。あ、横須賀から来まして、左利きで、まあ、彼もですね、なかなか知能があまり良くないと思いますけども、ただピッチに入るとこの左足が器用と思いますので、その辺を見ていただければと思います。以上となります。ありがとうございます。ありがとうございました。いいですね、突然。じゃあまあここまで来たらね、他のコーチングスタッフも2人、須田くん油断してるから、まだ。じゃあ、深川君と、まあ、分析、深見君は、あのね、オフシーズンであの準備 の時間だったと思うんですけど、みんなコンディションはどうですかね、シーズン始まる前までは。今の準備ですか？今のコンディションは。ああ、ここでじゃなくて、いや、もう、今日正直、すごい海が広くて、高台にあって、寒いんですけど、もうみんな筋肉バンバン鍛えてるので、半袖短パンでもいけると。ね。ちょっと涼也はもうちょっと筋トレが必要かもしれないんで、今長袖なんですけど、みんなかなり体鍛えて、開幕に向けて準備してますんで、期待していただければと思います。ありがとうございます。じゃあ、ね、北見君も一発だから、ちょっとね。はい、何を食べるかな、もう、何でも自分のやってることとか、チームのこととか。今期も分析で、チームのちょっと助けになるような仕事をしていこうと思っているんですけども。あ、それやらないので、何話そうと思って、より今までよりみんなに、選手含め、まあ、特に監督、あと深川トレーナー含めて、まあ、いろんな情報をまとめて伝えていきたいなというふうに思っています。でもちろん自分のチームはもちろんなんですけど、まあ、対戦相手のチームだったりとかっていうところの、まあ、特徴を伝えて、まあ、昨シーズン同様、まあ、もしくはそれ以上の、まあ、みんなのプレーの、まあ、選択に貢献できるように繋がっていきたいと、一緒に繋がっていきたいと思いますので、ぜひこんなことやってるんだなっていうのをちょっと名前だけでも覚えてもらえればと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではですね、全選手スタッフの、スクリーンショットタイムとなります。監督選手の皆さんはご起立ください。ホーム開幕戦は6月12日土曜。対戦相手はボアルース長野。試合会場は小田原アリーナとなります。いよいよ2021-2022シーズンがスタートします。ぜひ、今シーズンも湘南ベルマーレフットサルクラブへの熱い応援よろしくお願いいたします。新体制発表はここで終了となりますが、ここからは湘南ベルマーレフットサルクラブ講演会、小田原フットサルアカデミー通称ファオによるサプライズプレゼントがございます。皆さんチャンネルはそのままでお願いいたします。それでは小田原フットサルアカデミー会長吉田仁志様よりご挨拶をいただきます。吉田会長、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。
ご紹介をいただきました、ファオ会長を務めさせていただいています。吉澤でございます。よろしくお願いします。本日は、このように晴天の中、このような会が催されて、皆様ご協力の上、開催されたことを感謝申し上げます。ありがとうございます。さて、会場に集まっていただいてます、ベルマーレストリークラブ選手の、皆様、そして、スタッフ、ご協力いただいた皆様の、お集まりいただきましてありがとうございます。いよいよ、サプライズの、お時間というふうになりました。このサプライズは、ファオのメンバー、それから、お声掛けをさせていただいた、協賛をいただいた、方々の、多くの方々の、協力のもと、本日、できることになりました。本当にありがとうございます。サプライズの前にですね、東洋高校和太鼓部 OB によるチームであります創作和太鼓集団衆による演奏もございます。準備の方はよろしいでしょうか。はい、その創作和太鼓集団衆の後にはいよいよサプライズ、スタートでございます。それではよろしくお願いします。
どうですか、びっくりしました。いやー、大成功ですね。今回の花火の説明をさせていただきます。前半戦は久光選手に対する哀悼としての白の花火、中盤はベルマーレから地域への贈り物として青と緑の花火、終盤は勝利を目指す意味での緑と金の花火という構成になっておりました。花火を含めた本日の配信の映像は後日アーカイブ配信、コーナンベルマーレフットサルクラブ 2021-2022 シーズンキックオフイベントを終了とさせていただきます。今シーズンも湘南ベルマーレフットサルクラブへの熱い応援をよろしくお願いいたします。本日はご視聴いただきありがとうございました。ベルマーレ